お笑いコンビアンジャッシュの渡辺謙47が芸能活動を無期限で自粛することが9日分かった。関係者によると出演しているテレビ各局に対し所属事務所から番組出演の全面自粛の申し出があったという。自粛の理由は自身のスキャンダルだとされており、関係者によると11日発売の一部週刊誌でコロナ自粛期間中にセクシー女優との不倫などを掲載されていることが原因とみられる。妻で女優の佐々木希32の公式インスタグラムからは渡辺との結婚を報告する2017年の投稿が削除されている。渡辺は現在 TBS 系王様のブランチや日本テレビ系ヒルナンデス、行列のできる法律相談所などテレビのレギュラーを多数抱える売れっ子芸人。17年4月に佐々木と結婚し、18年9月には第一子男児が誕生するなど、公私ともに誰もが羨む順風満帆な生活を送っていた。芸人らしからぬ爽やかなキャラクターとルックス、さらにグルメへの造詣の深さもあり、多方面の企画に引っ張りだこの存在。収録済みの番組も多数あるだけに、突然の芸能活動自粛を受け、テレビ各局は対応に追われている。所属事務所はデイリースポーツの取材に、担当者が不在のためお答えできることがありませんと回答したが、10日にも正式に発表するとみられている。渡辺はこの日ヒルナンデスに生出演。コンビで収録済みだった同局系の特番エンタの神様 57.00 と千葉テレビのレギュラー番組白黒アンジャッシュ火曜 51.00 は放送された。